木幡次ぐき元現四年は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。相馬氏の家臣。奥愛茶、和則などに見られる人物。相馬森継から李種までの三代の主君に仕え、主に軍事面で功績を挙げたと言われている。木幡高清の兄という説があるが、高清には姉と弟二人がいたのみである。次清氏は相馬氏に編纂された。 終身家父での小畑へす又は吹吉し、元気義父氏に否定される。元奈四年に死去した。木畑正騎の死後、相馬盛次によって、木畑氏着流とされた木畑正明の名跡を継いだ。関都名、受領名は、小畑大善光稲葉と称す。行方軍、千倉小一号の侍大将として活躍した。天正十六年五月の相馬義種の三春城の、 祈難の時に従軍し、同年6月の田村領浅川類い攻めの時先行を挙げた。また、同17年5月17日、田村領時は攻めの時に軍行。同18年5月14日、伊達勢と駒上根に戦い、相馬敗軍の時、相馬森継に従い伝軍を務め、敵を撃ちながら退却。その後、抜群なり。このか、ところの先陣に軍行を決す。 と評された。本領529国、後に牛越村に移住。厳奈4年2月9日に死去した。終身家父には、年数不知とある。木畑正明、平清、長清、の清器を、防無子孫、防無子孫,無子孫,無子孫最地222国、種中外祖父藤橋聞いたね対応し母者同平、清、女母川又寛主桜田右兵衛収集所。 清光母道場妻牛、内野兵女、清重系財別同じく、終身家府に見られる人物。署名を、木畑五郎衛門。木畑武清の三男で、木畑大見の子としている系譜も同書にある。後に関都名、受領名を大見と改めた。森継、吉種に仕えた。歌軍立谷村に住み、英六の頃から転生中に、 ところの戦場で、数々の戦功を立てた。一所に、いわく、平清、清久兄弟をも、彦一郎武清氏と試す。とある。寛永元年公使3月15日死去。没年齢は記されていない。なお、父、彦一郎武清氏は天正4年日の稲6月下旬、名取群座、流川合戦の時打ち時に、長京正清は、同年七月十七日。 矢野目合戦の時投資、し、じ義義は、天文以来、元気、転承に至って諸書に先行あり、永六五年神術、主君聖種に従い最地十巻分を賜る。行方軍ぐん吉名に住み、慶長四年、1599年おのれい十二月二十四日死去と、ある。木畑大海木畑武清、正清、生吉、女、高清、清宗、清重 平清、元清、信清、清正、信清、清房、参考に、小畑平、清二の子。相馬守次は、天正十八年五月十四日、同性物の戦いの時、元清の抜群の先行を、褒めた。人書において、森種が、自らの手で定貞宗の会見を賜った。この時、相馬は敗軍。元清殿のため、手戦しを、中運すとある。 森種の次男、相馬高種の戦士の同性部地の戦いで伝軍を務めたことがわかる。慶長4年に10月17日、父、平、清に先んじて死去した。没年齢は記されていない。ありがとうございます。